かの愛子さまがね来月末に伊勢神宮と神武天皇陵のね参拝を検討ということで報じられてましたねはいこの成年皇族の報告じゃなくて大学卒業と日跡就職のね、えー、報告とかですねなるほど一泊二日の、ね、日程で行かれということで、まあ、伊勢神宮参拝は単独ではね初めてということですねはいはいそれでね奈良県橿原市の神武天皇陵も参拝される方向で検討ということですねうん愛子さまは2014年7月に天皇皇后皇陛下と一緒にね 参拝されてますけども、一人では初めてなわけですね。はい。伊勢神宮はね皇室のまあ皇祖神とね言われている天照テ神神が祀られていて皇族が節目にね参拝されるなど関になってるわけですね。あ皆さん言ってるんですね。まあこのね青年皇族でまあ関連ってわけじゃないんですけども、うん、よくこのマ子さんとかカコ様がまあこの青年皇族で伊勢神宮参拝とか言いますけども、これはね I.C. を卒業してまあキリスト教の大学ですからね。あ、まあもうカコ様も二千十五年の三月に行ってますもんね。そうですね。 何を、ね、報告していたのかは分からないですけどもちなみに、ね、このチャット GPT に、まあ、皇族か伊勢神宮に参拝に行くことについて意味ね、まあ、聞いてみましたけども、はい、そしたら、ね、この皇族かこの伊勢神宮に参拝に行く主な目的はね、まあ、この日本の神道における伝統と儀式を尊重してね国家とか社会そしてね皇室自身の安寧を神々に、まあ、報告をして祈願とあるわけですねなるほどなんかまあ相手にね行ってる時点で、まあ、このね神道の伝統の儀式としてはどうなんかなとかですね、まあ、キリスト教の精神に基づく大学ですもんね 私はこの伊勢神宮に関してはね、日本神道の中心的な神社で、まあ、このね、天照相見神が祀られていて天照相見神は日本の皇室の皇祖神とされていて、うん、結婚とか成年式とか重要な人生の節目とかで皇族が、ね、伊勢神宮に参拝するのはこれらのね、重要な出来事を天照相見神をはじめとする神々にね、報告して、まあ、祝福と保護を求めるためだということですね。はいはい まあそして、ね、新年とか他のね特別な祭事にもね皇族が国の平和とまあこの繁栄を祈願して国民の幸福を願って、ねうん、伊勢神宮を訪れることがあるわけですねなるほど国民の平和と繁盛を祈願したはずの真子さんは国民に、ね、喧嘩売って出てきましたけどもいろいろと、ね、<laughs> 矛盾してますね <laughs> 自分の幸福だけを願って日本出ちゃいましたねそうですねまあ、このような、ね、参拝に関しては日本の伝統的な価値観と信仰を重んじ継承するというね皇室の役割を象徴して国民との絆を強化して 社会全体の調、ね、和と福祉を促進することを目的にしてるわけですね。うん、愛子さまはまさにね、福祉とか、まあ、この救護とかの、ね、分野とかで活躍しようと、日赤に就職しましたからね。ああ、そうですね。過去さまは1億円の豪邸で、やはりね、愛子さまの参拝はまあ本物って感じがしてますね愛子さまが来て、伊勢神宮の、ね、天照大神も喜んでるかもしれないですね。 まあちこ、ね、女性自身に関しては、ね、愛子さまのことがまた書いてましたけども、うん、学習大学の学生生活も1か月を、ね、切って、まあ、卒業に向けた手続きで2月21日はね切ったみたいですね。ああ、この前ね。まあこのコロナもあってねオンラインとかの交流とかはされたかもしれませんけども、うん、まあこの合格との、ね、直接の交流は限られたんじゃないか,とかです、ね、ああでも限られた中でも去年の夏休みとかね、友達男女6人で東京ドームシティアトラクションズみたいなところに、まあ、遊園地みたいなところに遊びに行ったりね、よく友達もできましたよね。まあそううですね、うん これね学校に行ってる人もね、まっすぐ姿しか知らない人もね、いたかあ分からないですけども、それでこの学校に行かれたね、2日後には、この天皇誕生日とかで、一般参加があって、皇居をベランダに叩たいたわけですね。はい。雨とね、寒さにもかかわらず、多くの人が笑顔でね、手を振られたわけですね。そうですね。今回ね、3回目だったんで、この雅子さまとアイコンタクトするとか、結構まあ、そっちね、堂々とした場面もありましたけども、この在学中に関してはね、学業に専念されてきましたけども、春からはね、社会人として、 公務にも、ね、積極的に活動されれるんじゃかとかです、ね、これからね在学中はこの学業に、ね、専念されてきましたけども春からは社会人として皇族、まあ、として、ねまあ、公務にも期待がされるわけですね3月20日に、ねまあ、この卒業式を終えられて、まあ、直後に、ね、早速この出番があるかもしれないですねほ<う>天皇皇后両陛下が、ね、3月22日に能登半島の地震で、ねまあ、被災地を訪問ということで日帰りで、ねまあ、この訪問予い定ですけどももしかしたら、ね、<ー>愛子さまも同行するかもしれませんねああご一緒にね まあ、愛子さまに関してはね、まあ、この伊勢神宮の3月末と言われているんで22日だったらね多分ね重ならないだろうし、うん、まあ可能性ありますね。確かに。まあしかもね愛子さまに関しては2月6日に、まあ、両陛下とね、まあ、被災地の状況について聞いてますからね。ああですね。まあ2時間もねご進行を受けられていて、まあ、その間にね愛子さまは何でもねボランティアの様子とか熱心に質問されてるんですね。ああ、前のめりねまあこの愛子さまがね、同行されたら苦しい状況に置かれている被災者にとってもね励みになるでしょうね。確かに。 まあそういった愛子様効果で被災地の看護師不足とかでもね効果あるかもしれませんね。うん。だから4月からね愛子様がこの食卓職員としてまあ日本勢にね勤務されますけどもそういったね活動とかも勇気づけられる医療従事者もね多いかもしれませんね。まあ和島病院のね看護師のうち4分の1が退職の意向を示しているみたいなね記事もありましたし、そうですね。うん看護師不足っていうのも懸念されてますからね。 まあこの春はね、大学の卒業と就職と初のね、単独参拝ってことで、うん、日在地のボランティアとかもね、可能性が出てきましたけども、すごいね、活躍が期待できますね。確かにね。まあ、そしてね、以前にはこの間ね、この新名といって、送られたね、元伊佐無号もいてね、はい、愛子さまはこのにじんと語りたいとか、そういった場面がね、うっされてましたけども、うん、まあそこでもね、このハプニングとして、元伊佐無号が、よだれをね、垂らす場面もありましたけども、うん、愛子さまね、動じることなく、大丈夫ですかとね、声かけた説明者に、 笑顔でねまあ、全然大丈夫でしょうってことで応じる場面がねあったわけですね空気悪くしないためにもねまあしかもねこの元イサム号と触れ合った後もね帰る道に急車乗りに行ったね約15頭の馬にね人参を与えるなどして長やかな時間をね、まあ、過ごしていて、うん、両陛下と愛子さまの、あ、動物好きと泣いてる感じが 伺いましたからね。まあ愛子様はね学習院初等科卒業するときに動物たちの大切な命という作文を書いたみたいですけど、そうですね。そこにもね人と動物の絆は素晴らしいものだと実感していますみたいな、まあ動物の命の尊さみたいなこと綴ってましたもんね。そうですね。うん。まあこのね2月14日にこの正式にね伊勢神宮で受け入れられる儀式でこの過ごして、まあ、愛子さまもこの再開されるかもしれませんね。はいはい。伊勢神宮ではねこの内宮と月宮でそれぞれね二頭ずつ神に仕える馬として神名が 買われていていね、うん、まあ毎月この1日と、ね、11日と21日の早朝に、神明が伊勢神宮の正殿に参拝する儀式があるようですね。ちなみに、まあね、女性自身もね愛子さまのことについて書いてましたけれども、うん、天皇陛下の、ね、誕生日の日に、えーね、愛子さまの、ね、学生に卒業とか就職をお祝いするものが盛り上がったとかですねまあ学生から社会人になる人生の1つの節目ですからねそうですね。 穏やかな表情で完成に、ね、答えられていて、3月にはこの学習内閣を卒業されてね、うん、4月からは嘱託職員として日本赤十字社に勤務されるわけですね。1か月後ね。2>, 2月1日にね、内定者として日責を訪問されるなどね、愛子さまは新社会人としての準備も着々と、ね、進められているわけですね。うん、そしてまあ日責社内もね、まあ、この冷静に受け止めているわけですね。はいはい、もともとこれまで皇、ね、族を働いたこともあったんで、まあ、この、ね、皇室とのとかもある組織で、雅子さまも名誉総裁ですからねあそうですよね。 ただ、ね、2世関係者も、まあ、実際にオフィスとかであったらね、まあ、緊張するかもしれないということで漏らしてるましたね。ねちなみに2、ね、世と言ったら、ね、人道支援とか献血という、ね、イメージですけども、うん、一般企業と同様に企画とか経理とか総務などそういった業務を担う、ね、事務系総合職とかもあって、はい、毎年、ね、20人程度が新創者を採用してるんですね。そして、ね、志望者には、ね、この外国語とか国際関係の学部とかまたこの、ね、文学部、英文化とかそういった出身者が多いようですね。うん 倫理感が高くてね国際的なフィールドで社会貢献をしたいって、この志望する、ね、学生が多いようですね。はいはい。東京大学とかを卒業する高学歴の人も毎年ね、コンスタントに入っているようですね。へぇー。幅広いね、大学からこの採用をしてるんですけども、まあ、このね、倍率も高いみたいですね。うん、まあそしてね、有力な配属先は国際関係のセクションということで、スマートラトロ沖の地震とか、トルコ・シリア地震とか、まあ、国際的な、ね、災害とかに際して、うん、まあ緊急救援とか、復興支援とかにね、まあ、従事している。 日本の代表として世界で活躍できる部署として、ねまあ、花形部署とかですね花形のね、まあ、この英語とスペイン語が堪能な愛子さまとしたらね、まあ、この語学力とかを発揮して、まあ、この活躍が、ね、できるでしょうね、まあ、高学歴とかね優秀な人が多くても英語とスペイン語が堪能な人って少ないでしょうから、まあ、人材として貴重ですよねまあそうですね、うん、まあそうとね、まあ、この青少年赤十字に関わる部署とかもまあ考えてますねはいはいまあ全国の学校を回ってねこの防災とかボランティアの啓発推進活動をね行う セクションとということで、うんまあ、そしてねこの部署の移動とかも、まあ、サヨネとかで結構ねあるみたいですねえ<ー>ただまあ公務とかもあるんで愛子さまね同じ部署で継続してさら、まあ、に若いですね、うん、三笠宮家の洋子様に関しても青少年ボランティア家でボランティアのね普及とか育成などの仕事に携わってはですねああそうですか、まあ、二席の職員は明確な目的を持って就職する人が多いんで、うん、離職する人もね少ないみたいですねああ離職するのが多い時代やのにね今。 ねまあ、これ使命感を持った、ね、高い倫理家の人がまあ多いということで、うん、ただね、お肩だけじゃなくて、和やかな雰囲気の飲み会とかね、まあ、テニスとかのスポーツのサイクルとかもあったりとかね、部署<う>別対抗戦とか、そういった氷の機会も多いようですね。メリハリつけた職場なんですね。だ、ね、かまい子様のね、まあ、この職場とかで出会いがあるかもとかですね。うん、若いうちに結婚する職員が多くて、まあ、この職場結婚もあるみたいですねあそうなんですね。 まあ、愛子様はこのスポーツバンドのしね、まあ、このサークル活動とかも、まあ、この職場とかでもうまくやっていきそうですね。この恋愛に関してはね愛子さまはまずこの高級化粧問題が決まらないとなかなか難しいでしょうね。ああ相手も困りますしね。そ,うですねまあ、そしてこの、ね、天皇陛下もね後、まあの誕生日会見とかで愛子さまに日赤の一員として多くの人にお役に、ね、立てるように努力を続けてほしいと思いますということで、うん、まあ社会に出ると大変なこともあるかもしれませんがそれを乗り越えてね 社会人の一人として成長していってくれることを願ってますと、述べたわけですね、まあ、社会人1年目でね、なんかこう、鬱になったりするような、やんだりする人も多かったりする時代ですから、すぐに辞める若者も多いから、まあ、頑張ってほしいですけどね、愛子さんは負けずに。まあ活躍ね、期待できますけれども、うん、この愛子さまに関してはね、伊勢神宮に行、ね、ったら、まあ、すごい人ね、集まるかもしれませんね。ほいほい まあ、様は、ね、参拝いた時は一番参拝客が多い月のね、まあ、月初めも土曜日で伊勢神宮でもイベントがありましたからねわざわざそんな日選んでね、まあ、しかもね久氏様がこの伊勢神宮にいたのは、まあ、この2022年10月1日でこの日はね天皇皇后陛下が栃木県で国体してましたからねうん構造が両陛下をね支えなければいけませんけれども、まあ、両陛下がねこの保護の時に絶対に越えた駒をね入れたらダメですからねほんとですね <laughs> だからまあ日程としてもね最高のタイミングでしたけどもしかもその日はね久氏様だけじゃなくてアクション系が、ね、全滅でしたからねあ全滅でしたかね アクシンが、ね、この国立劇場で歌舞伎の吉ね千本桜を鑑賞してね、うん、まあこれはまあ歌舞伎の、ね、初日で土曜日だったので、間違いなく満員御礼になる日でしたけども、お<ー>それにね、鑑ン王奏が行ったことで、警備の問題で空席できたわけですね。ああ、迷惑。そうですねまあ、この両陛下に対してもね、不敬だし、最後のタイミングで鑑賞したわけですね。話題を散らす作戦というか、あしかもね、カッコ様に関しても、デフリック場に行かれてましたからね。お<ー>まあデフリック場まではね、本当にこの公務で詰まったら、まあ、しゃあないですけども、 まああ歌舞伎のの賞ととかかか伊勢神宮参拝とかをせてくるのはありえないですからね確かにまあしかも久まが伊勢神宮に、ね、行くと決定したのも9月21日で、うん、その前の段階で参拝予定とかねそういったことも報じてませんでしたからねもうこの辺のね日程調整中とかそんなんあってもよかったのにねね、まあ、しかもね報道ではこの神宮美術館でね開催中の特別展をまあ私的にね見学されてそのついでに、ね、伊勢神宮も参拝ということで報じられたわけですねはい。 でも女性自身ではね、まあ、全然まあ違う報道のされ方で、うん、日差し様まを擁護する週刊誌とかではね、まあ、この視察予定の特別展から公務の依頼があって、それだったらね、すでにこの伊勢神宮も参拝しておこうって感じであったようですけども、<ー>女性自身ではね、まあ、神宮にいらっしゃると伺ったのは、まあ、9月半ばということであったわけですね。直前や。まあそれで、最初はね、間違いだと思ったんですがとね、まあ、この伊勢神宮関係者の言葉が紹介されてましたけども、うん、まあ10月1日にね伊勢神宮も参拝することを9月中旬に連絡を受けてね、朝日刊に了解したのが9月 20日ですね、うん、まあつまりね、9月中旬まで、どこのホテルも予約しなかったと思いますね。はいはい。まあそうなるとね、名古屋観光ホテルの件が愛しいですね。うん、まあしかも10月1日はね、伊勢神宮で2つのイベントがあって、本来この日はね、伊勢神宮側も断るはずですからね。うん、そしてまあ月の初日は達日もあるといってね、まあ、参拝客が多い日で、しかもね、土曜日で、実際にね、参拝客が待たされたって感じで、まあ、そういったら写真がね、映されてましたからね。さらに混むことになりますもんね。 久、ねまあ、しさまがね、人気があるように見せかけたくて、10月1日にねしたわけでしょうけども、秋篠宮ご夫に関してもね、歌舞伎が初日で一番ね、客が多い日で、人気があるアピールをしたかったんかもしれませんね。お客さんも久しさまとか秋篠宮ご夫妻を一目見に来たみたいな感じで、ニュースでは無理やりするんですかね。ねまあ、つまり、9月中旬にね、急遽ね、行きたいと言われて、絶対ね、断りたかった10月1日にしたんでしょうね。うん。まあこのホテル側にもね、かなりこの森を行ってした可能性がありますね確かにまあそののっていうのがね。 名古屋観光ホテルの疑惑があるわけですね。うん。鳥羽国際ホテル宿泊ということになってますけども、10月2日の大田タディナーショーが名古屋観光ホテルでね、まあ、その2人ぐらで急遽中止になったわけですね。結構話題になりましたもんね。そうですね。ダブルブッキングでね、ホテル側のミスってことで、久しさまはね、関係あるんじゃうかと噂されたわけですね。はいまあ、ちなみにこのね、鳥羽国際ホテルに宿泊と言われてますけども、このホテルはね、この日はこの花火イベントがあって、宿泊客はのね、1年で一番多い日ですね。うん。しかもそれだけね、人が多い鳥羽国際ホテルで、久しさまの情報が、 情報がないですからね。ああ、おかしい。花火イベントでここのね、ホテルの人じゃなくてもね、周辺は多いはずなんで、うん、シャッシね、車が通るだけで、絶対ね、気づきそうですからね。そらそうですよね。岡緑さんのショいに関しては、後からね、後からの案件をダブルブッキングで優先して、まあ、キャンセルということで、うん。一流ホテルではね、ありえないミスですからね。もうほんまにありえないミスですもんね。<laughs> そうですねやはりね、シャッシ様がこのトバ国際ホテルじゃなくて、名古屋観光ホテルに宿泊した可能性が、ね、高いですね。はあ。 伊勢神宮はね21品決まって、10日後にね参拝だから、まあ、そこからねホテルってことでかなり無理があるしね、ね、うん、高級なホテルしかだめだから、五位ならね、まあ、この誰をキャンセルするかって感じでなったでしょうねまあセキュリティもしっかりしてるホテルじゃないとあかんですかね、やっぱりそうですね、まあ、ちなみにこの、ね、10月2日に久子さまを名古屋家でお見送りしたっていう、ね、エクセ投稿した山下俊介氏の投稿がありましたけれども、うん、あれはね名古屋にやっぱりね、宿泊したんちゃうかということで、質問があったわけですね。ほいほい そそもそも、ね、東京からの伊勢だったら、ね、名古屋駅から東京に乗り換えて、ね、医者に行きますけども、うん、まあそれがこの名古屋駅まで新幹線で行ってね、まあ、名古屋駅で降りて、そこから、ね、車ってことになりますからね。お<ー>まあそれはおかしいってことで、だから、ね、名古屋で宿泊しちゃ,ちゃうかとね、電車だと警備がしにくいとかっていうのはあるんですかね、車より車よりも電車の方が警備がしやすいんで、電車で行ったわけですね電車の方がまあ警備はしやすすいんですかね。 そうですね。<ー>でもね、この山下氏の証言によると、まあ、私が確認すると、伊勢垣にしゅかくしたと、まあ聞いてるってこであるわけですね。はいはい。まあつまい長いわけで、まあ、この送迎できる予定をしてたね。山下氏が聞いたらこの伊勢しに宿泊したと、あるわけですね。はい。でもこのね、東北国際ホテルは、ホームページで久さ様が宿泊したと、明記してるわけですね。うん。まあそもそもね、山下氏がこのホテルに確認して、教えてくれたのものね、おかしいですけどね。おお、ほんますね。<laughs> まあそもそももね他の人が確認したら個人情報なんで教えてくれないし、うん、まあ名古屋にね宿泊したから名古屋観光ホテルがまあキャンセルにねちゃうかという感じで言ったので、確認したらね伊勢市に宿泊と答えたわけですね、うん。でも、ねどれかがまあおかしくて名古屋観光ホテルが一番怪しいけども指定していてね伊勢市のホテルだと言ってるのに、鳥羽市のホテルがうちのホテルにね宿泊とホームページで公表してるわけですねははい、はい私的ななことなんでとでね。 余計にこれ炎上するに発表したわけですけども、うん、でもその割にはね、クライチョのホームページは公務に、ね、載ってますからね。あ、公務に、まあ、このメディアに私的、ね、な訪問と伝えて、クライチョのホームページはね、公務としてやっててね、矛盾してますからね。ね、まあこのトバ国際ホテルに宿泊したらね、名古屋駅まで車で、ね、行かなくて、まあ、そのまま JR の方でね、まあ、東京に帰るでしょうからね。うん まあこれ名古屋観光ホテルが嘘つきなのか、鳥羽国際ホテルが嘘つきなのか、山下氏がね嘘つきなのか、みんなが嘘つきなのか、まあ、いろいろと問題ですね。全員 <laughs> が怪しい <laughs>。でもね、名古屋は怪しいですからね。アクシャさん様が一世に行く時も、まあこも、名古屋までね私的な移動でしたからね。はいはい。9歳の弟夫妻が結婚したばかりでね、まあ、結婚祝い方同じね。うん、まね。実際にこれ名古屋まで私的な移動をね認めて、この結婚祝いのつでに、 参拝ということでやってましたけども、記者様に関してもね、私的な移動だから、ご出席中にもね入らないはずですけども、入ってましたからね、近くに行くから、ついでにという感じですかね,そうですね、まあ、私的な移動でね、天皇陛下の国体開会式にかぶせてきてね、ふざけてるし、アクション券に関してもね、ふざけてるし、宮内庁もねふざけてますね。<laughs> わざとかぶせてくるっていうのはねね、まあ、国がね、宮内庁がねふざけてると言ったらね、雅、まあ、子さまのね、 馬アレルギーも、まあ、この伊勢神宮で祝福さ、ね、せたくなかったんでしょうけども<ー>この、ね、馬好きでこの素手で、まあ、触れられている場面とかも何度もね報じられているし、うん、メディアとかはね、まあ、この熱を報道をまだ継続しますからねテレ東ビズがね YouTube に「皇后さまの馬アレルギーは?」ってタイトルに入れて雅子さまが馬を撫でる動画アップしてますけど。はいはい なんでなれれてるかって言ったらマスクしてるからアレルギー大丈夫だったみたいなナレーションが入ってますねまあメディアはねこれ謝罪しないことはねまさこさんの病気も、まあ、完全にはね回復しないでしょうねはいはい柔道のね生まれるぎがすでにねこの馬に餌を、ね、あげられないしねいい加減してほしいですけどねまあそれはねまあそ,れにそもそも生まれるぎはね,がね馬にこの付着したその土地の特有のスギ花粉とかね、うん、まあそういった何かしらの花粉とかそういったのが原因になるケースでしょうけども、うん、まあこもしね唾液とかが含まれるね、まあ、特定のタンパク質に関する 過敏、ねまあ、反応によって起こる現象だったら、雅子こ様が、ね、あんな動物と触れ合ったりとかするわけないでしょうからね、まあ重度のアレルギーだったらね、そもそもなんかマスクしてたら大丈夫とか、そんな関係なしに触ったりすらしないでしょうからね、そうですね、うん、生まれる人からしたらね、ナスのこれは僕じゃなんて、まあ、この雅子さまだとね、地獄でしょうからね、ああ、ほんまですね <laughs>、それがねものすごい楽しみな感じで伝わってきますからね、<laughs> 触れ合ってる時楽しそうですもんね、そうですねあメディアもね、いつまでもうそをつかずに、真実を報道してほしいですね。 そうですね。まあ今後ね、当どからにてくるのがよかったらね、コメントもらえると嬉しいですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録もらしたら、よろしくお願いします。